中山峠は北海道札幌市南区と阿武田郡肝別町の境にある峠。標高は835メートル。道後と道南を結ぶ幹線道路であり、四骨東野国立公園を通る観光道路にもなっている。24時間平均交通量は1万台を超える。峠の頂上は国道230号の最高地点でもある。 頂上から上山系までの区間は特殊通行規制区間になっている。峠の北東方面は豊平川を経由する石狩川水系、南西方面は肝別川を経由する尻別川水系で、どちらも日本海に注いでいる。本願寺道路も参照中山峠が道なき、道であった時代を経て、初めて整備されたのは1871年の本願寺街道改札からである。 街道開通後は、駅停所を設置するなどの改修工事もされたが、戦後に自動車の往来が増えると道幅も狭く見通しも悪い、区間により転落事故が相次ぎ、魔の山道と呼ばれるほどであった。そこで、中山峠を含む国道二百三十号の全面改修工事が九百五十七年から行われ、上山峠から中山峠までの区間は地形が複雑で、 地質も悪かったため、1963年から工事開始となった。上山系から中山峠にかけてのルート選定は、当初予定していた豊平峡経由の案は豊平峡ダムの建設により困難となった。また、旧道を改良する案では元々険しい道路を改良するには多数の橋梁とトンネルを作る必要があり、工事費用が高くなるので却下された。 最終的に現在の薄別側から無印出大橋を経由する薄別橋ルートに決定した。この区間は国立公園内を通過することから木を切ることを最小限に抑え、トンネルや複道などの構造物にも景観へ配慮した設計のものが採用された。これらは初代札幌開発建設部長高橋里志五郎の道路は 公園と同じで、通ることによって心が和むように作られ、維持されなければならないという道路哲学を心がけたことが要因である。定山系側の新ルート工事は、7年の歳月を経て1969年10月3日に完成した。京明大京から京明福道を望む、道の駅持ち羊中山峠の頂上に、道の駅持ち羊中山があり、 幼亭山を眺められるなど利用者も多い。隣接する中山峠写真の森美術館へは、道の駅から連絡通路で行くことができる。道の駅から国道を挟んで向かい側には、峠の茶屋パーキングエリアがあり、中山峠の石碑がある。中山峠スキー場は、早いシーズニーと春スキーが楽しめる。ありがとうございます。